ちょっと喋ってみて。ああ、バッチリです。聞こえますか？はい、聞こえております。これなんですけど、はい、もう言わなくても分かると思うんですけど、はい、はい、購入された方もいらっしゃると思いますが、この DJX100、実はですね、30メガから470メガまでの周波数が拡張できるんですよ。で、拡張するためには、抵抗？抵抗ですね。抵抗ね。抵抗を一つ取ってあげればいいんですが、はい、僕がやると、まあ、悲劇的なことが起こる可能性がありますんで、ちなみにね、これ、壊しちゃった場合の、修理費用も、アルインコさんで、公表されてます。あ、そうなんですか。はい。一応、だから、アルインコさん優しい。開けたらもう、開けたらもう知らないよじゃなくて、保証はそこしないけど、優勝でなら修理してくれるそうです。その日はまたエンディングで話しようと思いますが、とりあえず、はい、お願いします。はい、わかりました。じゃあ、お預かりします。人のやつなんでね、緊張しますよね。え、桃助のだから壊していいやじゃないの。いやいや、一応ね、こうやっぱ人のやつなんで、そんな安いもん ないんでね。電動じゃん。電動ですよ。外すときは電動ですね。閉めるときは手動なの。閉めるときはこう ちょっと力強いんで、ああ、壊しちゃうと、ね、壊しちゃうってことね。その外すとき要注意なんでしょ。これ要注意ですね。ケーブルかなんかがついてるんじゃなかった。ちょっとガッていっちゃダメですからね。ケーブルがブチってなるってことですね、はい、なんか繋がってたかな。あ、いかんいかん。え、壊すとこだった。壊すとこだった。忘れてた。何やってたの。忘れてた。これ実はですね、もう一個ですね、ネジがね、あるんですわ。危なっ。ちょっとカットで。いや、そう、使ってきます。カットで。そのまま使ってきます。みんなが同じミスをね、しない教訓のためにね。もう一個ね、ここにいるんですわ。ああ、なるほど。じゃあ必ずベルトフックを外して。なんで、1、2、3、4、5、6、7個ですね。これを外すと、はい、じゃあいきます。でその時なんかポロポロって出てきたし、これですね、大丈夫ですか。これから出てくるんで。何が出てくるの。これ、これここのフックですね。バッテリーのフック、はい、でケーブルがこれか。このケーブルがケーブルをちぎっちゃったりするといけないんで、このようにちょっとそっと置いてきます、はい、で外すチップはこれです。そのディスプレイの下、そうディスプレイの下のちょっと離れたところにあるゼロオームの抵抗、こいつを外す。はい。これ非常に小さいんで。はい。僕には無理です。米粒以下なんでね、ほんと小さいですよ。はい、じゃあ行きまーす。はい、取りました。おお。これ見えないんだけど、カメラでもゴミみたいなんだけど。これです。ちょっと動かさないで。あ、はいはい、動かさない、ごめんなさい。これです。それで、はい、そのゴミみたいなやつね。これを外すと拡張モードになります。これをまた壊さないように、ホコリが入らないように。ん、あれ反対だ。反対、何が反対？反対。こうですね。こうです。それ今もう一台 X100 あるからいいけど、ないと困っちゃいますね。よし、OK。じゃあこれも順番に、長さは全部一緒。なんすけど、いいじゃない、1個ぐらい止めてなくても。いやいや、真ん中のやつとかも止めなくて。いやダメですダメです。ちゃんとね、ちゃんと順番に軽くね、ちょっとずつ
ットずつ。で特にリセット動作とかはないですね、はい、必要ないですね。このままよいしょ、はい、電源を、入れてもらうと30メガより下ですね。ほら、いけるようになった。はい、20から30メガの周波数が拡張されます。はい、右側が改造後の DJX100、 左側が改造前の DJX100 になります。今までは左側の改造前のもの、30メガより下に行くと470メガに戻ってしまっていましたが、改造後のものですね、こちらは30メガより下にほら行くことができます。なので27、はい、27メガヘルツ帯行けるので、これで AM モードにすれば市民ラジオなんかも聞けるわけですし、ということで、まあこれの恩恵を受けられるのはどっちかというとライセンスフリー無線で市民ラジオやってる人だけかなっていう気がしますが、まあでもやっぱりこうライセンスフリーの人意識してこういう機能をつけてくれるあたりは、あ、さすがアルインコさんだなっていう感じですね。ですね、途中でも言ったけどですね、これやっぱりリスクが高い改造なんで、まあ、壊しちゃう方もねいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、アルインコさんはちゃんとユーザーさんがねこう興味でそうやってこう改造して、万が一壊してしまっても修理しますよと。もちろん保証対象外になっちゃうんで有償の修理になるんですが、有償の修理してくれますよっていうね、修理費用出してくれてます。例えばフロントケースや液晶交換など手作業が可能な一般修理に関しては1万500円税別となってます。一番最悪のケースの基板に実装された部品の交換など手作業ができない修理、例えばさっきパウリンが、ハンダゴテでチップ取ろうとしてたけど他のところをねグサってやってしまったりとかしても基板ごとダメだよっていう場合ですね、そういった場合は結構まあこれ高いんですが4万8000円税別の修理費用で修理をしてくれると。で、最も簡単な修理、例えば、フレキシブルケーブルっていうのかな、あれが外れちゃったよとか、パウリンが最後付け間違ってたロックレバー、あれが、壊れちゃったよとかね、取れてなくなっちゃったよとかっていう場合は2500円税別修理をしてくれると。あ、これ技術料なんで、さっきパウリンも聞かれたけど部品代は別かな。はい、まあこういった技術量で、はい、修理をしてくれるようですので、まあ、万が一、まあ、壊してしまった場合は、販売店さんとかに相談してみると、まあ、修理はできるんじゃないかなというふうに思います。豆、え、これ今外したチップもらったんだけど、これ何これパッて置いてあったら空の袋が置いてあるんじゃないかなってぐらいちっちゃいものが入ってますが、はい、ということで、DJX100、ぜひね皆さん購入したら、まあ、ちょっとリスクのある改造なんですけど、DJX100 を思う存分使い切るためにはね必要な改造じゃないかなって思ってますんで、ぜひねチャレンジしてみてください。あとまた、拡張したねこの20メガから30メガのね受信状況なんかはまたチェックして動画にしたいと思います。まあおそらくだけど、まあ VHF、UHF 寄りの受信機なんで HF の感度は良くはないと思います。ただやっぱり聞けるようにしてくれたってことに価値があるので、どれぐらいね、僕らシーバーが実用できるかっていうのをね、またチェックしてみたいと思います。この動画が役に立って良かったという方は高評価ボタンを押していただけるとモモスクの動画作りのモチベーションアップにつながります。チャンネル登録もよろしくお願いします。ツイッターもやってます。説明欄のリンクからツイッターチェックしてフォローしてください。今日の改造についての質問は IHHA580 局のツイッターに問い合わせてください。僕は分かりません。以上モモスクでした。バイバイ